まって何してるんだろう。はい、みんなよくできました。それじゃあ今日はここまで。ありがとうございました。モニカ。あら、ソフィー、いらっしゃい。子供たちと何してたの？ああ、ちょうど成果を教えていたのよ。本当は私の仕事じゃないんだけど。やっぱり、お歌が上手な人が教えた方がいいと思うの。というわけよ。なるほど。でも、それなら私も一緒に聞きたかったな。それならちゃんとお祈りに来ればいいのよ。そしたら聞けるわ。頑張ります。あれ、何か声が聞こえる。モニカ。あら、ソフィー、こんなところで奇遇ね。モニカはここで何してたの？ちょっと歌ってたのよ。たまには聖歌以外も歌いたくなっちゃって。そうなんだ。あ、言っておくけど、もう歌の練習は終わりよ。だって誰かに聞かれるのは恥ずかしいもの。でも、いつも教会で歌ってるよね。あれは合唱でしょ。一人じゃないから大丈夫なの。それに一人だと緊張するし。緊張？モニカなら歌手にだってなれると思うのに。さすがに歌手は無理よ。私のは所詮趣味だしね。人前に出るのだって恥ずかしいし。いいと思うんだけどな。いいの？それじゃ他に用があるからもう行くわ。またね、ソフィー。あ、うん。